先生の本では運動には悪意はないのです。だから支持されると思ってます。いや、悪意はもうバリバリあると思う。僕はね、なんだろうな。人気取ったいわけじゃないです。生徒数が欲しいわけじゃないです。だからそこを、やっぱり、後ろ盾というか、人質に取ってほしくないなと思うんですよ。話をしてるとき。だけど、その保護者の方とか、その本人にとって本当に必要だなと思うことを言ってあげたいなと思うし、あとは、人が信じられるっていうのは、他人を信じるっていうのは、それなりの信じてもらえるようなことをしなきゃいけないと思ってるんですよね。だから自分自身が高校生の時なんですけども、自分自身、人に信じてほしければ自分から信じろみたいな言葉がね、福沢諭吉さんがね、言うてますけども、自分からまず動けという言葉はすごく僕の中では大事なことだと思ってるんですよ。それを井の塾でもね、やってもらってるわけですけども、自分から言う、自分から動くっていうのは大事だし、僕らの塾でもやっぱり保護者の方とか生徒に言ってあげたいなと思う。例えばこの塾辞めるぞとか、そういう脅しだったりと、あとはまあ辞めてほしくないっていう塾の裏側だったり、そういったものをこう持ったままだったら、おそらく子供たちに対してもちゃんとしたことが言えないし、保護者の方に対しても隠したことを言うしかないっていうのになると思うんですよ。例えば、まあ、塾全然来てませんよって言ったら、保護者の方としては、ああ、もうじゃあ塾辞めさせようかなと思うわけじゃないですか。だけどそれって多分言わなきゃいけないことだと思うんですけど、言うと退塾の可能性が高くなるっていうことはあるわけですよ。だけどそれはやっぱり言った方がいいと思っちゃうから言う。だから辞めるっていうことに対して、後ろ向きな考えではない。だけど、さっきも言ったんですけども、甘やかしとか嘘言い訳ごまかしとかを助長するかのように辞めるっていう選択は、僕は正しい選択ではないのかなと思う。それは何度も言うんですけど、可能性の問題だけ。